赤い靴。1922年に野口雨情作詞、元織長与作曲で生み出された童謡。歌、赤い靴はいてた女の子。偉人さんに連れられて行っちゃった。横浜の埠頭、波止場、から汽船、船、に乗って。偉人さんに連れられて行っちゃった。今で歯青い目になっちゃって。偉人さんのお国にいるんだろう。赤い靴見るたび考える。偉人さんに会うたび考える。削除された部分。生まれた日本が恋しくば。青い海眺めているんだらう。偉人さんに頼んで帰ってこ。考察前半。静岡県にある清水市多摩津渡郡富士見村。現在の静岡市清水区宮上出身の岩崎佳代の娘である君が、赤い靴を履いていた少女のモデルと言われている。岩崎佳代は未婚の母として君を育てていた。北海道に渡り鈴木史郎と結婚した。君が満3歳の時鈴木夫妻は社会主義運動の一環として、当時注目されていた北海道の平民農場へ入植した。しかし開拓生活の厳しさもあり、かよは岐阜、佐野安吉の仲介により、娘、君の養育をアメリカ人宣教師のヒュエット夫妻に託した。考察後半。やがてヒュエット夫妻は本国に帰ることになるが、その時君は結核に侵されており、アメリカに連れて行くことができず、そのまま東京、麻布の鳥居坂教会の孤児院に預けられた。君は孤児院で母親に会うこともできず9歳で亡くなった。母親のかよは君はヒュエット夫妻と一緒に、アメリカに渡ったものと思い込んでいた。そして君が東京の孤児院で結核で亡くなったことを、知らされないまま一生を過ごしたのだった。